マイカちゃん残念、そうそうなんですよ、マイカがそう卒業発表してめちゃめちゃ悲しい、本当にすごい悲しいし寂しくなる。だけどやっぱりね、モイカの人生なのでね、モイカのその決めたことを応援したい。悲しいよね。そう、結構モイカとはね、いろんなことを話したりしてたし、すごいね、モイカね、お姉さんだよね、本当に。モイカはね、年下なのにね、すごい大人っぽくて、本当に大人なんですよ。なのでね、すごい助けてもらったことがたくさんあったから、でもモイカのね、決めた道をね、応援する。卒業しても友達、そう、ご飯も行ってたの。そうそう、だからご飯また今度行きます。ご飯行ってね、ゆっくり話して。そうだね、モイカすごい悩んだ決断だと思うから応援したい、ね、でもかっこいいよね、すごいかっこいいなと思う。モイカは本当に、なんかモイカってマジで頭が良くて、なんか難しい言葉とかも会話の中ですぐねポンと出てくるんよね。あ、なん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 みたいな、すごい、それが本当にすごくて、あゆみがその言葉わかんないから、その言葉の意味ってどういうことみたいな感じで詳しく聞いたら、すごい詳しくね説明してくれてね、本当にね優しい優しい。なんか超孤独ライオンのプリプロって言って初めて歌う時とか、なんかレックの時だっけな、の時とかに、その超孤独ライオンの歌詞で結構なんかさ、日本って感じのさ、なんか難しいさ、なんか諸悪根源とかさ出てきてたじゃん、いろんな難しそうな感じの言葉が。そういうのをモイカに教えてもらったりしてた。これってなんて読むみたいな、そしたらモイカが教えてくれましたね。読めない漢字がたくさんあったんだよ、ちょっと意味がバカすぎて。でもそれをね、すごい分かりやすく教えてくれました。いい思い出ですね。でもあゆみはモイカのことをね、すごい応援してます。頑張れ。